け。そしたらゴミ屋さんに電話して、うん、でゴミ屋さんに電話したら、うん、あの床とか拭いてさ、うん、で拭き終わったら最後ゴミ箱に捨てといて、うん、で最後またゴミ屋さんに拭きましたって電話しといて。 OK 頼むね。いいよ、電話していいよ。あ、今掃除してるから後でゴミ捨てに行きますねって言っとけば。今掃除してますから後でゴミ捨てに行きますって。後でゴミ捨てに行きます。お、サンキュー。どこ、OK、それじゃあちょっと聞き、ゴミ屋さん来る前に急いでさ床拭いて、床拭いていけ。今さ、今すぐ来るって。あ、じゃあ早く拭かないと。床拭いといて、うん、それで拭いといて。お、サンキュー。あ、助かる助かる。そっちの方汚かったよ、そっちの奥の方。 あ、うん、あっちの方ほこり溜まってたから、あっちの方拭いたら多分ゴミ屋さん喜ぶと思う。お、サンキューサンキュー。だろ、ゴミ屋さん急がないと来ちゃうよ。しっかり拭いといて。あれ、ゴミ屋さん何時に来るっすか？早く拭かないと。3時。早く拭いて綺麗にしちゃってさ。オッケー。そっちの方は、キッチンの方は、うん、キッチンの方。そうすればそのまま拭いてゴミ捨てられるよ。嘘つけ、拭いてないよ。ゴミ屋さん来ちゃう来ちゃう。早く床拭いて。そっちうん。OK、 じゃあ捨ててゴミ屋さんにもう呼んでいいよ、電話して。サンキュー、ゴミ屋さん電話しちゃって。あれ、もうゴミ捨てたから来てくださいって言えば来てくれんの？今ゴミ捨てたから来てください。 OK、 お疲れ。Thank you. じゃあ何買おうか。